とは。いらっしゃい。お茶見きらっしゃい。おラーメンええわ、もう全然もう。入場開始もったよ、うん、いらっしゃいいらっしゃい、来てよ。巻き打ち遺産相続物語、今から始まります。今からですね。今ね、ちょうど現場着きました。現場近辺にね、現場近辺に着いたところで、ちょっとね、現場の近辺でパトカーの音がねバンバン鳴ってね、近辺止まったから見に行ったんよ、さっき、うん、さっき見に行ったら、なんか上半身裸の男の人が警察官10人ぐらいに取り押さえられてたわ。どんつくみーちゃん、上半身裸の、山田の配信そっくりなんだよ。あのさ、山田かな、俺の配信パクってんの、あれそっくりじゃねえ。待つ待つよ。はい、こんばんは。元祖は僕ね、元祖は基本的に目をパクってももう危ねえ。こいついい加減せよ、お前ビビったんけ。俺ダンサーねえよな、これきつかかったわ。濡れたんけ画面。リスナーさんな、酔っ払ったわお前。歩きスマホ禁止ですて。歩きスマホ、ちょっとね、何しに行くねんって、お前ね、お前って今から何しに行くねんって、後で説明するわ。とりあえず集まって、とりあえずと128番さんは僕の配信みたい、続き気になる、続き5 4 3 2 1。集まってよ。事件です、事件です。やりすぎっちゅう、やりすぎてへんやん、もうねえ。昨日もさ、もうやりすぎや言うけどさ、結果良かったやん、あれ。今におってん、にわかがいい、にわかがな、にわかが、にわかごちゃごちゃ言うね、全く知らんけど。最近ね、配信でこそか、あれ結局あれやろ、さっきのもあれやろ、パトカーで
連行されるだろうと思うし、ねえ最後さあんな待ってたらさもう時間何時なのか分かれへんよ、こっちも。それこそさもう11時とかだったらさ無理やわ。いや晩飯食って腹減ったけどさ時間ないんて晩飯食ってる、時間ないよな。そう結構急いでる今で、ちょっとね事件が起きてまた事件熱い。俺さ今さ大阪のね星ちゃんの家来てるんやけど、星ちゃんの家来てるんやけど、え、おらん？電気ついてんで。2、3、42341個さお電気ついてるやんか、これの1個下の一番右あれが4階ね。これ電気、俺が指さしてるとこ電気ついてるやろ、それの1個下の一番右いってる。点灯、電気ついてないよな。いや、弱ってはないと思う。このくだり俺が教えたんや、みんなに。かやくさんがね、としちゃんをね、チェックするときはあそこからね、見たらいいですよって。かやくさんとやっとって昔、これ絶対にわかやろ、オンドリアズの。一回家行くか、いやでも 寝てるはないと思うね絶対に、この時間多分ゴールデンタイムやから。いや昨日も来たよ俺、昨日も、いやもう結構ね、めんどくさいよ。昨日もないちいちも聞こうのまで行くのめんどくさいからな、昨日ね、昨日深夜の3時か4時まで起こったな確か。電波いける。オッケー。昨日だけじゃ。
さあ、あと16。待ちましょうね。トシちゃん、私よ、私で、私だよ、私だよ、川上だよ、川上だよ、本当だよ、トシちゃん、刑務所から出てきたの、川上だよ、本当だよ。川上だよ。ああ、なんだこれ。トシちゃん。隠れてるんだよ。ほら、隠れてるわ。帰れ、帰れ、早く帰れ。帰れ。ああ、隠れてる。トシちゃん、開けて。帰れだよ。トシちゃん、奥ちゃんだよ。マジか。マジか、マジや。マジや、奥ちゃんや。え？入るよ、入る。飯減ったうまいの。女の頃おかまちゃうか。金髪あったのか。ちょいあの。おめこ持ってるかよ。マキュさん。あなたは、マキュウチ財閥の御曹司です。行きはめっちゃ早かったやんか。え？めっちゃ早いやん。うん、今日早い。電話しようかと思ったけど。え？東京帰ったからの、ね。いや、ねえ、マキュウチ財閥の御曹司のマキュウさんね、置いて帰るわけにいかないですね。寝とったんだよ。あ、寝てたの？聞こうないってことは。言ってないって。お父さん、この時間聞こうないか、いつも。あ？聞こうな。言ってないって。言ってないの、ほんまに。え？言ってない？言ってないよ。ほんまに？俺行くんだったら2時から行くから。新吉？今日は東南で携帯見とったから。うん。新吉？あ？新用。あ？新吉いいの？ジャグラ行ってない、ほんまに。ええよ。あの父ちゃん、ご本尊様、大目となえろ、俺。大目。俺はできない。なんでよ。俺したから。今日？うん。じゃ一緒に手伝ってよ。いや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 、大目は。間違えたらダメだよ。腰痛い？え？腰痛いの？腰痛い。あ、そうなの。もう長くできないことや。あと2年持つか分からん。あ、2年持つの？うん。今ちょっとセッティング中なんでね。ちょっと待ってね。セッティング中。何よ。オッケー。マキューさん。よだれが。よだれが。すげえな、お前は。いや、もう、あの、御曹司なのから、御曹司。もう、やっぱね、お坊ちゃんにね、そんな、あの、よだれがさ、大体かっこ悪いからさ。え？お坊ちゃんやから、お坊ちゃんは。お坊ちゃん、うん、巻き打ち財閥の、うんうん。お坊ちゃんやねえよ。いや、お坊ちゃんやで。
もう半分缶オケが好きんでくれて。いやいや、そのほうがよ。大木隣でいい？暑い、うん、暑い。あ、今、ま、エアコンあるん？ブルつけようか。うん。今日早いな。今日早いよ。もう夜中にコントってな、近所迷惑になってるから。なんで？なんでじゃねえよ、ボタンもどうするやろ。あ、オッケーオッケー、言うとくわ。あのね、配信士さんね、もう夜中来んなって、近所迷惑になるんで。オッケー。もう夜中だったら近所迷惑になるんで、もう夜中来るなって。そして言ってあげて、この配信で、発信機に。そしたら、言ってあげて、もうじゃあ来るわ。何よ。ちゃんと、あの、注意してあげて。もう今度って、PGM がなってるから、うん、隣とか、その中は、俺は分からなかったけど。うん、誰す、来るやつおんの逆に。夜中に。いや、おらへん。おらへんな。うん。来るんだ、こういうの早くして、うん、8時までに。8時までね、うん、8時まで来いて。来ても構えへんねんけど、20時までになって。そうそうそう。そうそう。それを守られへんやつは？いや、俺は知らない。入れないやつ。いや、うん、何を。出入り禁止？いやいやいや、そんなことしないよ。おっしゃん、これ何の写真やったっけ？どれよ。これ。これ、まあ、ロボット屋が住むかなく、旦那なくなったんだ、これ。これ、これトッシャンが恋したママやろ？なんでやねん。ちゃう？これはもうママだよ。ママやろ？これトッシャンが好きやったんやろ？ママ。うん。確か。うん、でこのママに800万見ついた。え、800万。違うよ、これじゃない。韓国だよ。韓国だ。今、スメープでやってること思うんだよ。あ、そうな。そのママに800万やったっけ？見ついた。バカだな、そこまでやったんだと思うけど、うん、まだミルクティーか。え、ミルクティー、あ、買ってくれんの、ジュース。冷たいのないからな。冷たいのが。買いに行く、ジュース、うん、行ってくれんの、うん、で俺も行くわ。ミルクティー出てくれよ。うん、おい、ついてくれ。それ何よ、あそこついてくれ。俺って言って、俺って次やつ、あの冷たいのないんだよ。だから選ぶから一緒に行くわ。あの、あったかいのやめてな。行くと来てんじゃん。行くよ。タバコやめてんやな。タバコ吸う吸う。いいよ、うん、やめた方がいいよ。奥さんのために、子供のためだよ。うん、まあ、はい、はい、入って、入って。来いよ。ご飯食べた？ご飯食ってない。ご飯行こうか。え、いいよ、いいよ。え？どうした？そんなん芝居ちゃうから、今。うん？そんなん芝居してる場合ちゃうから。いや、言う？そ、じゃあ、早く買いに行こう。いや、友人行こうか。ユージ行かへんって今。いやーユージは王子をダメだよこれ。ユージは後でいいから。ユージ、もうユージは後でいいから。あ、そしたら時間ないんで。何が時間がないんで、俺たちは。もう8分で行ける。普通階段で降るって。誰が階段だよ、みんな。これもみんな階段降りるの、うん、俺たちはエレベーターいつも。俺たちいつもこれやん。みんな階段で、もちろん階段降りるよ。あ、そうなの。うん、なんで。いや、俺たちは昔からこれやん、エレベーターやん。はい、みんな階段で、うん、いや、これ木の家を守ったね、やっぱね、うん、来てる。なんか遺言書来てない？遺言書来てない？印鑑証明とか。あ、俺これするわ。どうした？あるやんか冷たいの。あるやん、冷たいの。これするわ。変わるで。いいよ、ミルクティー、ここに。いやいやいや、もう
いや、そうじゃない。いや、ここあるやん。違う、それじゃないって。下、下がいいよ、俺。この部屋、俺。うん。川上ちゃんの面会代。いや、それも別だよ。あんたは孤独を生まれたやつよ。俺、要望にもやったからな。え、そうなの？要望に。そうなの？あんただけやってないからな。え、要分もらったの？俺、やったよ。あ、そうなの？うん、あんただけやってないよ。だから、やるよ。え、出産祝い？あ？出産祝い？何？出産祝い？もう。ほんまに？うん。面会では？面会は別やんか、あんた関係ねえやろ。関係あるよ。なんで関係ない。で、本当だよ、どこがだって言うんだよ。なん？で、何よ。ああ、そっか、住むと住んでなかったんだ。うん。からね、見えるんですよ、さっきの僕らのポジションが。うるさいんだよ、もうちょっとバッチリ。わかる？ちょうど俺が、あの辺おってん。あっこから、この部屋の窓を見とった。ストーカーです、僕ら、ストーカー。トシちゃんが、イルス使ってるかすぐわかるで、俺たち。ないよ。イルス使ってるか使ってへんか。俺たちストーカーやから、トシちゃんの。うん。すぐわかるで。家特定してるからもう。なんか？うん。だからイルス使うやめてな。イルス。うん。トシちゃん今日もラーメン作ってくれる？いや、ま、今日やめた方がいいよ。なんで？俺2日連続食うで、巻き打ちラーメン。作る？今日やめた方がいいよ。なんでよ。ちくわトッピングで。大将巻き打ちラーメン一丁。どこ行ったん？どうした？ん？ま、ラーメンは？いや、今日も食うよ。いや、作られへん俺、自分で。食べに行くか。いや、もう食いに行かへん。そら、もったいないやん。運べ、自分でな。部屋がな、めちゃくちゃ気になってんねん。びっくりした、俺。来た瞬間。昔に比べてめちゃくちゃ綺麗やろ、今部屋。冷蔵庫もパワーアップしてんねん。冷蔵庫も。さすがボンボンの子やな。トシちゃん、トシちゃんボンボンの子やからさ、靴ちゃんと揃えるんや。
いいとこよ。うん。今ボンボンの声だよ、やっぱ、としちゃん。いいとこの。ボンボンやん。それは知らんと気が済まねえんだよ。あ、そうなん。こう、まあ、直ちゃんするんだけど、直ちゃんとこ行ったら、いろいろ全然言ってる女の子の口とか、うん、いっぱいあるやん。うん。俺は直ちゃんとこ揃えとったからね、行ったら。あ、そうなん。うん。いろいろこうバラバラ置いてるから。ラッラーメンどうする？うん？マッキュウチラーメン。うん？マッキュウチラーメンどうする？いや、俺いないって。俺食うわ。俺今日ご飯食べて。どこで？いや、弁当食べて。どこで弁当買ったの？ドンキよ。あ、ドンキで弁当買ったの？うん。何の弁当買ったの？いや、いや、な、あれなんとかな、なんとかな、中華丼だったかな、うん、それで中華丼か、うん、あ、トシャン、うん、出産祝い。もういいよ。1万円。ああ。ほまほまにの。はい。あ、後で返すよ、ってな。言うわけねえ。今へん。何よ。頑張るねんから。ないだよ、俺も。はい、どうぞ。いいの、どうした？いいよ。ほんまに？おいよ。出産祝い？未接じゃねえねんからな、これ。新卒だよ、これ。取るな、取るな。新卒これ。当たらないで、見せろ。今まで。ないんで。今まで貸したお金返して。お父さんに貢ぎまくった金返してくれ。いやいや、やだ。うん十万って。長い。養分取れに。あるくねえだろ。出産祝いいいからさ。これ子供のにあれおむつだと見に行ったよ。いいって。え？いいってもう。いいって。いや、あかん。大体お前引っ込まされるな。いいって。ええって。ええって、ええって。お前、ええって。勝った。ここ言ったらあかんで。言えるんだ、取っとけ。さあ、出せ。出せ。ええって、どうしたん、もう。さあ、出せ。ええって。やめて、もう。いいから。いや、いいから。いいから、もう1万円。いいって、いいって。もう、ええって、ええって。ええって、ええって。自分で入れなさい。はい、もう、ええって、どうしたん。ええって、ええって。ええって、もう。ええから。もうええから。うわ、すごい入ってるな、これ。ん？これ？めっちゃ重たい。これ領収書ばっかりや。何？ほら。いや、ほんまやな。うん。あ、ここがあるやん。一万円札入ってへんけど、いいってどうしたもん。ええって、ええって、ええって、ええって。うぜえ、なんで、ええって、ええってどうしたほんま。お前が取るけど、ええんだ、これ。ええってどうした。ほら、入れとけ。ええって。これ、ええって。ええってどうした。ええから、取っとかって。じゃあ、金返して。金返ってるのか。じゃあじゃあじゃあもっともっと。よ、どうしたら今まで見つけたの。できるわけねえねん、これ。なんでよ。俺と養分に。俺は奥じゃない、俺か返すからね。あ、これは奥さんと子供のおむつ代と見抜くだ。はい、どうぞ。うん、ええー、ってどうしたん。ええー、から、ええー、から。ええー、って。しなくろ、これ。おい、どうしたん。ええー、って。ええー、って。ええー、って。お前くれてきたら畳むな。ええー、って。ええって、じゃあ金返して。うん。10万円。10万ないやんか。どうしたら25、6万あるやん。いや、これ1万円取って。ええって。いや、ええって。ええって。ええって。いや、もう、去年か、当時これ、よくで送ったから、うん。これはあんたじゃんだよ。子供と奥さんの子供の入院と思ったら、ええから。ええって。
ボシャ、どうぞ、もういい。やめて。一番入れとってて。ボシャ、ええって。ボシャ、ええって。いるから。はい。一番入れたからね、これに。一番入ったからね。これに一番入れたからね。ああ。はい、どうぞ。これが大阪オンドリアスのつながりね、横の。うん。ネトちゃん。もうやらないから。元オンドリアスの仲間。ないでしょ、他の配信者、これ。俺と養分だけ。ああ、そうや。お、あれさ、僕ちゃん。これさ、昨日言ったけど、帰ってくった。あんたに、でも、昨日言ったかな、出ないって。うん。仕事中だったかな、うん、電話しとったよ、会長は。高橋に電話したら出らんて。いや、電話かけ直したよ。かけんでいいよ、うん。なんか、うるさいんか。うるさい、うるさい。ハリタンにも1枚あげた？どうや。なんでよ。当たり前だろ、まだ持ってあるで。あ、持ってあるで、これ。は？ほんで、これ、ホルレトあるやん。うん。これ、取り込むやんて。で、俺が、でも俺腰が痛いから動かせないんだよ、これ。あの、あれでないと、台車でないと。あ、おっさん、ああ、おっさん、なってるからな。もう前切りはなってるよ。ああ、そういうことな。うん。トッポギにも一枚あげた？いや、一枚あげてないよ。ただ競馬で借金して全部チャレンジしたから4万であっこのまま宝じゃない？え？宝じゃない？牧内財閥の御曹司分かった瞬間。いやそれは言ったよ、また言われるで。俺そんなこと言ってないよ。ほんまに？借金4万あったけど、うん、この前で入って5800円プロレスやって借金ないの。ほんま10万7000借金あった。誰に借金しとったん？誰に借金しとったん？トップ2人の競馬はよ、15日年金取り出てきたけど今風邪ひいたって。え、純ちゃんに負けたの？どうしたの、純ちゃん。純ちゃんにも1枚あげたの？純って誰よ？火薬さんの元彼女。いや、そんなやってないよ。やってない？それ何年前だよ。昔やろ、それ。あ、居酒屋で牧内がどうしたんですか？借金して競馬したの？借金して競馬してんの？借金して競馬してたの？うん。そら人から借りたらあかんで。いや借りてあかんけど、でも返してるよ。いや返してたら借金してまでギャンブルしたらあかんって。それ分かってるから、ね、なんで借金して競馬するの？あったけどな。うん。どうしたんですか？ほんまギャンブル依存症やることやで。借金して競馬はギャンブル依存症は。借金競馬だからこれからさ、お金なくなったらさ、もう借りてあかんで絶対に。で貸したるって言っても、うん、あの借りてあかんで、ほんまに。マカタルやってしまうんだよな、俺な。好きなん競馬、うん、じゃあどうして今さ、今現金いくらあるの？今1万あげたから、あげたから、うん、もう1枚返すよ。いい、返さんで。いい、返すよ。返さんでって現金5万あるの、全部で。うん、協定ぶっ込むか、全部。うん、協定で一発ぶち当てるか。どこ？スピノ協定やってました。うん、一レースで、これで買って。いや、そこ全部あるやん。牧内いつからじゃんって、終わったら分かるやん。トシちゃんが協定買うに行ったら、これ買ってあげるよ。
行くこ。いや、これは奥さんあげたお金なんから。いや、これはいいよ。これいいんじゃねえんだよ。いいよ、元さん。ええて、ええて。折りたたむな、よこすな、よこすな。今何時なん、そういえば。ちょっと、時計こっち向けて。じゃあ、ナイタじゃないね。うん。ナイタの話、後では。まだ19時45分やろ。まだ協定は、うん。もう協定終わりやん。いや、あ、8時45分まで。あかんやん、うん。じゃあ、俺は協定しに来たんちゃうで、ここに。ここに協定しに来たんちゃうで。じゃあちょっとね、準備するわ、本題の。汚れるか、大丈夫か。腹減ったな。あ、ドリームや、今日。ちょっとドリーム買うか、最後。協定で一発。どこ ?12 レース。すぐね。うん。これ買ってあげるよ。乗る、俺に。あと1時間しかないよ。最終1時間弱か。最終が何時や。スミナドリーム最終8時36分やから、いけるいける。何やそれ、8時36分か。うん、うん、ああそうか。もう全然間に合う、全然間に合う。ドリームドリームドリーム10レース。うん、誰が知る。俺教えてあげろ、それ。全部ぶっ込む。五番勝負。どうしたん。そこから当たったらでかいよ。うん、10枚で。それ分かってる。当たらないだろ。うん。誰が入るのって。メンバー、後で発表する。うん。多分な。いや、12レース、まだまだやから、ちょ時間あるでしょ。12レース。時間ね、8時36分締め切りやから、まだもうちょい時間ある、うん、ちょっとさっき やることだけやろう。やることだけ。どうしたん、これから俺たちはむちゃくちゃめちゃくちゃ忙しいで。大丈夫、覚悟できてる。いや、俺らどれまで生きてるか分からへん。どうしたんだ、長生きしこな困る。いや、それはもう来たやけど。うん、それ宿命だからね、人間は。うん、あ、どうした、あとさ、うん、もう一個頼みやんね。いつものあれやって。増えないからダメだよ。いいえ、増え増え。すみません、だね、なんでいいの。あれあれや。え、知ってるやん、どうした。お、天奥ちゃん、天然ストロさんにナイスお願いします。お願いします。ごめんなさい。ナイスお願いします。増えてる。そんな増えんな、そんな増えんわ。あかんわ、どうした。好感ないわ。そしたら南で事件ばっかり起こすから好感度全くないわ。昔はね、好感度ってさ、ナイスグワーがとってん。うん、オンドライズの頃は。ね、オンドライズ終わってからさ、南でね、飲み歩くなんてからさ、そしたらな、もう事件ばっかり起こすやろ。金庫出したり、DVD でな、エッチな DVD 買ったりさ、どうしたら好感度も下がってるわけよ、グーって。うん。昔でもなかったん。あ、増えてる？そ、そうと、ま、巻き打ちチートでね、僕ナイスようやってたんですよ、僕。うん、増えて40人しか増えへんわ。昔何百とか増えたのに。何百とか全然効果ないよ、どうしたん。ではね、早速どうしたん、本題行くわ。本題、時間も時間やし。
ナイス、押してくれた。オッケー、押した。キャリーとやってて嘘やろ。キャリーちゃんとエッチしたの嘘やろ。うんや、最悪。はい、こそ。そうです、申し遅れました。僕たちがふわっちの地面師です。じゃあ、マケルさん、本題の方に書いてもいいでしょうか。うん、どうぞ。じゃあ、携帯、スマホ、携帯貸して。マケルシ、トシハルさん、生年月日は言ってあげてほしい。あかんで。生年月日、トシハルの。言ったらあかんて。言ってよ。なんでよ。いいからいいから。誰か見つけるで、削除されるで。トシちゃんの生年月日、名前と生年月日。ほらバレるって。血液型いける、説明してあげて。みんな言ってるよ、知らん人おるから。名前から、奥村隆、1981年昭和56年生まれ、6月16日山口俊治、昭和26年。もういいでしょ。2月のニャンニャンニャン。もういいでしょ。73。それぐらいで。次は天皇陛下が生まれました。お父ちゃん行くで。こちらもね、信玄がね、で、問題のショートメールはこのパカパカ携帯にあります。パカパカ携帯に。あとしゃん、マキュウジさん、マキュウジさんは例の封筒を用意してください。目が出たぞ。どこ？ちゃんと黒い目が出た。黒い目が出た。あ、住所のこれ。封筒ね、封筒。封筒と手紙とこれ。ではいきます。まず一番最初にね、俺がトシちゃんの携帯を見ました。どれや。で、昨夜の話ね、昨夜トシちゃんの携帯にこういう風にね、2月の29日、しげこさんから電話するけど繋がらないよ。どうして？どうしたのかなって。これが2月の29日ね。
で、結構前よ、結構前。うん。2月29日。で、2月29日、次5月なん、5月。今日は電話ごめんね。会議中だから、後でかけると言ったから、かけるけど、怒ったのかな？これが、8月かな？ちゃうわ。5月、8月かな？2月、え？ 2 月、5月、さっきの5月、ね、8月12日。お元気ですか？家のことですが、あなたの実印と印鑑証明書を送ってください。そうしないと固定資産税があなたのところに10万円ずつの税金を毎年払わなければならなくなります。実印と印鑑証明があれば私の方で処理しましたが、お願いできますかって。これ詐欺じゃんって思うやんか。ちゃうねん、これ詐欺ちゃうねん、実は。これめちゃくちゃ言われた、昨日めちゃくちゃ言われた。お前それ詐欺やんかって。お前それ詐欺やぞって天然で。これ昨日めちゃくちゃ言われて俺。詐欺やろ絶対で。そうそう。うん。普通はね、なんか思うかもしれんねん。でも昨日ね、俺めちゃくちゃ叩かれた。うん。お前、ね、何やったら、これも電話したよ俺。電話。なお前やりすぎとかな。めちゃくちゃ言われたわけよ。まあ、昨日のね、配信見てはった人は多分分かると思うけど。天然お前やりすぎて、お前責任取れよって、最後までで。うん。ってなったんよ。でも、ショートメールで090から始まるさ、番号ってさ、あんま詐欺ってさ、そこまでおらんやろ。うん。しかもさ、3ヶ月スパンでさ、3回に分けてきてるってことは、うん、俺なんか裏あるな思ったんよ、俺。そう、めちゃくちゃ変なわけで、昨日。まあ、詐欺っていうね、筆者さんめちゃくちゃ分かってん。ね、そんなん知るうちにね、トシちゃんがね、いきなり、このね、この封筒な、うん、俺に渡すわけよ。その詐欺を裏付ける、うん、詐欺じゃないってことをね、裏付ける封筒、これ。いきなり。で、この封筒の中身をな、開けるわけよ。もちろんね、消印が、ちょっと待ってや。運営さん、これミスったらさ、配信バンスやめてね。一応ギリにするけど、消印これね、うん、消印で牧内俊治様で、牧内宛に一通の、ね、手紙が届くわけよ、ここに、うん、で日本郵便ので、裏に住所で、住所が、これ乗っちゃうわ。ここからね、福岡県の恩賀市からこう手紙が来るわけよ。これガチやで、絶対薄やと思ってるかもしれんけど、これガチやからね。で、この封筒の中身を開けたら、これね、一通の手紙があるわけよ。ガチやねんって言ったから、嘘じゃないんだよこれ。で、この一通の手紙の中に
これ隠すわ、ここ。どうしよう。ちょ、隠すな。隠せるとどこだけ。こういうふうに前略元気に暮らしていますか。久しぶりに手紙で失礼します。しげこです。巻き打ちで一緒に暮らしていたこの度はこのような手紙を出さなくてはならなくなり残念ですが、巻き打ちのストームが8年前に亡くなり、今年の1月に吉文も亡くなりました。清則兄ちゃんも病気で入退院を繰り返しており、薩尾もパーキンソン病で実家へ帰れなくなりました。マリコ姉ちゃんももう年齢的に難しくなりました。そこで残された土地家をシーコとミヨコでみんな受け継いでくれとのことです。今もそこに住んでいるならシーコの方に電話をください。相談したいので。ここでつながってん。え、じゃあトシちゃんさ、これもしかしたら家のことでショートメール来たんちゃうんて。わかる？残された土地家をね、シーコとミヨコでみんなで二人でついてくれたことやから、そこでピンチ来たよ。ほっしゃんで、これ絶対そうやで、遺産関係で連絡来たんで、これ通したんで、うん、なったんや昨日。でそれでショートメールのついつまがあったんよ。これしかないと思って。で、トシちゃんの携帯ってさ、基本的にさ、あの番号さ、入力せんかったら、あの着信で取られへんのよ。知らん番号からかかってきても、絶対に弾かれるシステムになってるから、全く知らん番号はトシちゃんの携帯には無理なわけよ。でも、ここで電話帳登録してる番号やったら、着信 OK ってこと。例えば、じゃあ 俺ね、昨日のトシちゃんの、あの番号さ、俺の番号をトシちゃんの携帯に打ち込んだから、なるやんな、ほら。これ昨日僕が、あのトシちゃんの携帯に、俺の番号入れたから、つながる。だから今、トシちゃんの携帯つながる人っていうのは、この中でトッポギさんと俺しか来れへんねん。どうやって SM、だから知ってるんちゃうの？知ってたんちゃうの？うん、トシちゃんの番号。あ、でも電話番号変えまくってんのにトシちゃんなんで知ってるのこれ。そうやな、トシちゃん電話番号変えまくってるやん。いや、オンドリアさんの頃しょっちゅう電話書いてたもん。3、4回書いてんちゃう。この番号なんてから身内電話したことある？変わってから？うん。どうやって分かるんじゃ。さあ、俺か、うん、詐欺ちゃうよ、絶対に、うん、
今着信やったら俺が着信ならしゃ。トシどうするのこれ財産遺産。どうしようね、もう。そうやって決めるんじゃん。いや、トシちゃんが。杉岡姉ちゃんと美代子と、うん、あとは長男坊がおるから、マリコ姉ちゃんも。うん、名古屋の撮影の次男坊がおるから、うん、それで決めたら。いや、トシちゃんも決めなあかんねん。トシちゃんが遺産を相続するかせんか。よいや、もう取れた子やんか。養子に行かれた子やんか。じゃあ、養子でもいけんねん。養子でも。だからその土地を、ね、トシちゃんが受け継ぐこともできる。もちろんその土地を売ってもいい。これ売るするできるわけね。できるよ、トシちゃん。なんで、ね、長男長女が終わるの。長男長女は、トシちゃん亡くなったんやろ。亡くなったんやろ、長男とか。マリコ姉さん、今80から85歳。美代子さんが65歳。これ知ってる？うん。知ってる？大体な。美代子さんは誰？美代子さんは、トシちゃんの妹。妹。牧内の妹。後方の子供。後方の子供。後方っていうのは？後方の子供。どういうこと？後親父がもろて、俺を産んでからおっぱい吸って寝と、寝なくなったんだよな。45かところで。後方さんまたもらったんだよ。それから、どういうふうに言うと、それ終わらないんだよ。だってその、俺と同級生の人までいうのは、女の子が生まれて、はっきりしゃべって、はっきりしゃべって、大きい声ではっきりと。うん、美代子さんは、トシちゃんの妹。うん、で、マリコ姉さんは、うん、本当の。血つながってる？血がつながってる。あのお母さんが、なぜお母さんが産んだ子だから。種は一緒、うん、お父さんも一緒。そうよ。じゃ本当の兄弟、マリコ姉さんは。そうよ。今も生きてはる？ん、今も生きてはる？生きてるよ。連絡はしてない。してない、うん、マリコ姉さんが80から85歳。いや、もう80過ぎてるもう、82、3かところちゃうか。しげこさん、しげこさん誰な？もらい子やって。もらい子？うん、あとのお母さんからもらい子したの。なんつかさい、もらい子ってどういうこと？しげこも養子ってことか。え、養子？しげこも養子？養子ってもおかしいな。養子ってもおかしくないけどな。いや、できた子供じゃないからね。できた子供じゃない。紙に書く？ちょ、ホワイトボードないからさ、家ここに。うん、その冷蔵庫書いていいとしたん。その冷蔵庫に。冷蔵庫に？マジックで書いていい？ホワイトボード。あかん。ダメ？あかん。こう貼りての迷惑だ。消すやん。どうした？ペンとある？ボールペン。あるけど何するの？書くんやな。ダンツカスカイ！誰や？何するの？あ、リリちゃん、ありがとう。あったはずや、確か、としんな。紙とペン。トシちゃんは戦後生まれやんな、うん、戦後生まれ。いや、ちょっと複雑すぎて分からへん、これ。何してんの、トシちゃん。ん？何してんの？ないえ、
大根。大根？漬物。巻き落ちクッキングね。巻き落ちクッキング。酒のつまみ？どうしたこれ？うん、中国の塩分かかってるから。たくあんね、たくあん。ラーメンは？いいラーメン、今日は思いつくないよ。今日俺肉丼買ってきてるんだよ。肉丼。あ、そうだ。100等円の、うん、食べる？作ってくれる？肉丼作ってくれる？どうしたの？作ってくれるの？肉腹減ったけど、あの、紙とペンない？どうしたん？ねえよ、紙とペン。何やってんの？書くんやんか。何を？字で分からへんから俺で、それでトシちゃんの言ってることとちゃんと一致するかどうか。うん、トシちゃんが言ってることと俺が思ってるのがちゃんと一致するかどうか。あれなかったっけ、大きいやつ。黒いの？うん、あれ。いや、あのペンじゃなくて、紙紙。パンこれだけ。小さいやん。ん？小さいって、大きいのないん。あんこはどっくりペンしかないん。水に指にすんで。うん。ラスイチやん、これ。いいのとしてラスイチ、ラスイチ枚使って。うん、ダメよ。いいよ。これは？ん？あ、そうそう、それはいい。しげこさんだ、しげこさん。しげこ、しげこさんがとしちゃんの何だっけ、まあ、あとはもう長女かな、あ、もらい子だから。もらい子、もらい子っていうのは何なん？知らんけど、あどこさんから僕と近くで、しげこさんとしちゃんのお姉さんなの？妹どっち？妹よ。しげこ妹？うん、福岡の明太子。じゃあ血のつながってない妹？それは分からん、たぶんつながってないと思う。全くつながってない。年つながってない、絶対つながってない。血縁関係のない、血縁の縁ってどんなんだっけ？糸辺だっけ？糸辺にどんな字だな、血縁って。それやな。いいの、簡単じゃん、こうやって。関係なしな。なし。で、美代子は？美代子は、あと、そのあと子さんの、まあ、俺から言ったら妹。血のつながりは？それもわからないな。血縁関係は？でも、それもわからん。わからんの？なんで分かれんのそれ、一緒に生活して。いや、違うよ。血縁関係曖昧。分からん。
血栓。マリコさんはマリコさん。マリコ本当の血が詰まってるよ。マリコは長女。長女。トシさんの長女。これは血縁関係ありやな。あり。これ本当の長女。親父の種が入ってるから。うん。あ、姉やな。姉。お姉さん。マリコさんは今80歳から85歳。固定できへんのスマホこれ。誰かおってんやけどさ。うん、ちょっと一回さある程度人物把握すればさ、うん、誰が誰っちゅうので、マリコさんが姉で80から85なで、サツオは、サツオ四つも血がつながってるよ、お前と子だ一緒に。トシさんのじゃあ弟兄貴、次男血のつながってる。どうや次男、うん、長男もはもちろん最近につながってる。次男、トシちゃんの、弟。これな、で弟じゃないよ。何、次男もだってトシちゃん長男ってことじゃ。トシちゃんがトシちゃんの弟ってことやな、次男ってことは。弟、うん、兄貴、逆の兄が弟やん。あ、兄貴な、トシちゃん兄貴な、サツオ、うん、家系図、後で書くから登場人物あるで出さな、分からへんやん、うん、で、兵庫の西野に住んだやつが消えられているのは長男坊。サツオさんは何歳ぐらいな、今。あ、何坊かな、俺は3度71かそこらちゃうかな、分からん。71かそこら、トッシャー多分、トッシャー多分年齢上やで、兄貴やったら。誰が、兄貴は次男部やんか、俺から言ったら。うん、だからトッシャーの兄貴やろ、サツオは。うん、兄貴ってことはトッシャーの年齢上やで。うん、だから71か71やん。7つぐらい違うわ。トシちゃん今いくつ？おい、73や。73やろ？73歳上じゃない？本当の兄貴やったらな、トシちゃんが今73やったら73より上やからな、絶対に。77かところだ。77歳な。あ、どの札をな。うん。俺が70歳やから。うんうん。まあ、73か4か5かな。うんうん。で、これ、清則兄さんは？ん？清則兄さん。いくら？いくつ？清則兄さんは、これは、年下になるな。今日なんぼや。長男なんや。長男。血のつながってる？そうや。血のつながってる長男。うん。俺最後で生まれた子やから。長男な。これ血縁関係ありやな。わからん。おい、わからんことないやろ。わからんよ。血つながってんじゃないの？血つながってるけどわからへん。うんうん。で、これがトシちゃんの、あ、これもトシちゃんの兄貴、うん、兄貴、年齢は？年齢は？兄貴と多分トシちゃんの年上で、絶対に。80前。80前。75か8か、いや80歳ぐらいな。違う、うんうん、78か80前。うん、78
80歳ぐらいな。で、殺つやろ、そのパーキンソン病で、うん、で、トシャクは、トシハルな、トシハル、トシハル、トシハルは、何歳？73。え？73。73歳ね。趣味は？パチンコと、うん、トゥトゥと、うん、女と遊ぶの。え？女と遊ぶの。パチンコ、スロット、女遊び。女と。うん。パチンコ、スロット、女遊び。今日、ギャンブル依存症？どうやな。うん、いつから？もう分からん。もう結構なるわ。結構なる。10年ぐらいなるんじゃんか。ギャンブル依存症10年ぐらい。うん。1日に使った金額は最高いくら？最高2万だな。最高2万、1日。何で？スロットよ。スロットで1日2万。いや、昔は、うん、まあ、ここのドンキのここに1年3でここで直ちゃん働いたけど、その時それを儲けとったから、うん、それで直ちゃんと仲良くなったの、うん、で、これさ、この名前上がってる人ってさ、これトシちゃんの兄弟全員。1,2,3,4,6 人兄弟。トシちゃん、6人合ってる、うん、これ全員巻き打ち名前。いや、これは嫁いってるから下がっただよ、うん、下がった、うん、もともとの名前は何しきこ、巻き打ちしきこ。もともと、うん、もともとうまく字でお世話に置いたと書いてあったやろ。あ、それは巻き打ちだな。巻き打ちしきこ、巻き打ちみよこ。残りは嫁に行ってるから寺地なの。うん、嫁行く前は、嫁行く前だから巻き打ちなんだよ。巻き打ちな。マリコは、これマリコはまあ旦那に嫁さんいるから、俺も寺内。うん。で、元の名前は巻内。うん。薩尾は巻内。薩尾は巻内。清則は巻内。俊治は巻内。安藤じゃの？安藤に寄せることけど、また、どの人も来てもなかったよ。安藤じゃないの？で、安藤だったけど、うん、その、男はなと思ったら女だったんだよ。女、どういうこと、うん、まあ、ざっとこんな感じで登場人物、これは全員牧内の名乗ってるらしい。牧内のね、で亡くなったの吉本つとみ、つとむ、あ、つとむさん、つとむさん、つとむさん亡くなったの。つとむさんは後の無口調な。つとむさんは、トシちゃんの何？まあ、俺が言ったらどうにしてもいいけど、俺から言ったらトシ、妹になる、弟になるけどな。で、ついでにこうは、つとむさんは、巻内ちゃん。うん。巻内つとむ？うん。巻内つとむは、トシちゃんと、血縁関係は？それは血縁わからんて。もう亡くなってるから。まあ、この人は亡くなってんな。うん、吉見は亡くなった。弟？これの弟。誰の？つとむの弟。つとむの弟？うん、つとむ誰の弟？つとむの弟だよ。誰が？吉見が。あ、これ吉見だって。吉見出てくんな。めちゃくちゃ出てくるよ。ヨシミに出てくるよ。うん。ほんで、ヨシミってこれが、三人。また出てくる。顔の人物。これは兄弟なんだよ。うん。しかもヨシミ。うん。ほんで、妹はミヨコ。ややこしい。まだ登場人物が全員で、1,2,3,4,5,6,7,8。大丈夫 ?8 人おるけど、登場人物。覚えれる。血縁関係ちょっと書きたいけどさ、ちょっとある程度登場人物把握して書けんわ、これむちゃくちゃなるわ。うん、ちょっとこれさ、
ストムはストムと吉文は兄弟。そうな、兄弟な、3人な。ストム、吉文、サツオ、兄弟なんや、トシちゃんの。誰？清則か。清則は俺で、俺とこれだよ。ん？あとここに三つ秀でおったんだけど。三つ秀でおる。三つ秀でておったんだけど、先に生まれたのが、その次に三つ秀でね、光るな。うん、親父が三つ男だから頭取って三つ入れ亡くなった。次マリコ姉ちゃん、で次生まれたのが達夫ちゃん、で次産んだ何て言うの、次のマリコ清則で、清則の後に達夫が生まれた。その後に俺が年寄りが生まれたって。でこれがママ子さんの子供だから、ね、これは前言った長男馬だけど、これは妹、弟、これは次女、なんて、あ、次女か。三つ秀おんねや、ここに三つ秀。ん？で、これの親は何？親は何て名前なの？三つお？いや、ゆっくり中高で分からんて。違う。この牧内家ですね。牧内家の子供おるやろ。牧内ジュニア。牧内ジュニア親は誰な？中国からんて。え？親父、中国だけ親父からん。俺もらい子だから分からんのってねえや。どうしたがもらい子な？俺もらい子じゃないんだよ。もらい子じゃないんだよ。俺もらい子は重子がもらったんだよ。あたお方の子供親は。それで、しげこと、みよこと、ひとむと、めちゃくちゃややこしい。としちゃんの、巻き打ちの、どう解釈しよう、これ難しすぎて。としちゃんはもらい子やろ。どれが、うん、俺は養子行かれたらみんなって言うね。もらいがこの子だけなんだよ。養子行ったんやろ、養子入ったんやろ。うん、うん、養子に、うん、その養子行った先の名前は何て言うの。安藤と安藤、マキウチ、安藤からマキウチ、その男があったら女だったんだよ。でそれが安藤だったんだよ。だからその、もう一人その骨をお母さんが引き取られて巻き打ちだったんだよ。だけど、うちの子巻き打ちになってしまったの。理解が全然できない。ここが巻き打ちになってしまったの。こっから巻き打ちなってしまった。だけど、これはこれはもう、これなくなってるからね。ね、このみよこないやん。みよこ、りょこ、みよこは何なこれは、うん、嫁に行ったから、これはテラチ違う、血縁関係は知らんって分からんの。うん、で、これは俺は長女だけど、マリコはこれは嫁に行ったからテラチそうやろ、男の人に住んでから。トシちゃん、これなあれやで、トシちゃんがその不動産の土地とか家を受け取る権利あるからさ。別にないよ。あるでて。なんだね、この清野で長男坊のマリコ上手や。うん、次男坊頃だよ。次男コロナでの俺が生まれてるから。うんうんうん、あ、なるほどな、言ったこと分かった。俺以外にもこのマリコと長男、この上の3人がおるからって話やろ。上の3人がでもあれやで、トシちゃんのあれやで、これせえへんかったらトシちゃん税金乗るで。毎年10万円資料に電話するか一回。
しげこ電話する？携帯貸して。なんで？あの印鑑証明と、あ、最悪あれやと俺変わってあげるよ。でもなんでどうにかしたら何でもできたん？え、なんで別に一回電話する？しげこいいよ一回。いし、で、あのメッセージ来てたからこれ変わってあげるよ。で、いつん今から出ますんで、どうしたのか。年春やけどて、元気にしますかって。僕はね、僕はギャンブル依存症で、毎日パチンコしますって。ちょっといいや。いや、そこはね。行くで、しげこ。なんで？ゆうやくなんでだよ、泣いてるよ。うるしてないよ、泣いてるよ。なんとかね。急なんちゃんからないないよ。俺もね、道路消してるの。道路消してるって。買ったことはないよ。負けじゃない、ケースがないよ。そっちはどうなってる？さあ、そっちは。何よ。今お店におると、今お店におると、自分の家。お店におると、自分の家。マンションだよ。
うん、どうよ。仕事やからね。うん、そうなんよ。夜だったらおはこんなしてるけどね。うん。旦那さんも、息子さん元気してんの？ねえ、旦那さんよ。成功ねんちゃんの息子、子供さん元気してるかって、旦那と。あ、いいよ、いいよ、取るよ、いいよ。あの、いや、子供はもう俺遠くに行ってるから。もう結婚してんの？そりゃそうよ、もう、孫が結婚する年だ。あ、祖母はどうなったの？どうやろうな。すいません、もしもし、あ、こんばんは、どうもすいません。あ、僕ね、牧内俊治さんの、結構親しい友人なんですけど、あ、こんばんは、いけない、なんかね、結構着信入ってはって、なんか電話が繋がれへんってことで、僕、俊治さんのね、電話繋がるのを設定したんですよ。で、多分、結構か、2月と5月に何回かこう着信入ったから結構連絡してくれはったと思うんですけど、一応ね、トシさん結構、あ、そうですよね。で、一応ね、電話つながるように設定したんですよね。で、ショートメールでね、なんかその固定資産税とかね、まあいろいろなんかそういう送ってくるとか、トシさんこれ連絡してあげなあかんのちゃうのって、なんか多分結構、ちゃんと兄弟に連絡せんと、多分困ってると思うよと思ってね、一応電話かけてもらったんですよ、今。理由があって。うん。で、ちょっとね、あ、ちょっと鹿児島かどうか分からへんけど、僕、うん。で、まあまあ、トシさんから聞いたら、まあまあ、身内の人だって言うからね。うん。で、電話番号教えて、教えてちゅうか、かけ直しはいいよって。携帯の設定がね、ちょっと分かってなくてね、本人。その認知症入ってるんで、今。ずっと。で、はい。あ、僕ですか？ちょっと待ってね。あ、いいですよ。どうした？で、聞いときや、ちゃんと。あ、もしもし。あれ、はい、あ、聞こえます？はい。ほんでね、あともう一個で、なんか、手紙かなんか送ってくれはったんですよね。そうです。あ、それも一応ね、拝見させてもらったんですけど、なんかこう、手紙見てね、はい、なんかその、もう結構こう困ってはるんかなと思って、僕。トシちゃんとずっと相談したんですよ、昨日も。急いでんちゃうかなと思って。うん。うん、いや、実を言うとですね。はい。もう、トシハルの弟になるものが亡くなったので。トシちゃん、弟？はい。名前は？あ、吉文さんね、はいはいはい。亡くなったので、はい、で、吉文がその実家の跡取りだったんですけど、うんうんうん。で、今の法律ではその跡取りが亡くなったら、もう年春がその実家の方にまだ戸籍
うん、相続をしないといけないっていうこと。ああ、法律変わったもんね、今最近。そうそう、ああ、はい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 。トシちゃんさ、はい、あの一番下にまだその年、私はちょっと養女になるので、はい、あの全く関係ないといえば関係ないんですけれども、はいはい、一番下にあの美代子って言ってその美代子がいるので、うん、その美代子が取る形、もう葬儀も全部して、あの吉文の葬儀も何もかもしたから美代子が取るようになったんだけど、はい、それを送ってほしいっていうのをちょっと見たかったんですけど。あー、なるほどな、なるほどな。本人がそのもう自分は捨てられた人間だから知らん知らんって言うから、はい、もうそのままこれそういう状況だからっていうので、そのあの役所に言ってみたらって妹には言ったんです。はあ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 。もうその印鑑証明とか取り切らんでしょ、本人。もうダメです。もう外歩くも精一杯なんです、今。うん、でしょうね。うん、年齢が年齢やからね。だから、うん、だから役場に行ってて、ちょっとそれを話してみようかなと思って。はい。はいはいはい。でもしも、だけど、本人が生きてる間は、絶対にその本人からの、その、もう、あの、放棄しますっていうの、の証明と、その、自信がないと、あの、年春に、相続税が全部いくらしいんですよ。え、どういうこと？あの、もう年春が取る形になるから、うん、実際的にはそのもうあのその家までの道も通ってないし、はい、あの二束三文の土地で、はい、土地はないんだけど、はい、あー固定したんだよね。そうそうそう、それが都市に持ってくることか。そう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 、うんうん、だからそうなるとちょっと都市春が困るから、はい、私が手続き取ってやろうかっていう話をちょっとしようかなと思うけども、はい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 、話にならないので、はい、どうしたものかなって思いながら。その家自体はね、お家自体はその広さとか どれぐらいあるんですか？家自体はそんなにその立派な家じゃないですよ。もう雨漏りもするし、大した家ではないです。あ、もう老朽しはるんですね、今。そうそうそう。はいはい。そうそう、広さは土地の。土地の広さってね、20坪もあるかないか。20坪どれぐらいなの、土地は？そんな広くないってこと？へー、あ、それに税金が乗るんか。どうしたんだ、これちゃんとせなさあかんわ。うん、もうその解体するにしても本人が放棄するって言えば私が解体してやるよっていう話もしたんですよ。はい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 。うん、もうそのあんたにお金出せって言わんのも酷なことだから、はい、生活するのにいっぱいいっぱいなんだろうから、はい、はい、自分はその知らんで終わってるから、はい、ただそのもうほらあの弟が一人で住んでたから、はい、私もその触ることもできないので。ああ、弟吉文さんやね。そうそう、吉文さんも亡くなったやな。そう、分かってるの私は、うん、亡くならはったんや。うんうん、でそれの亡くなったので。ああ、なるほどな。はい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 。だけどそれをあのずっと放棄しとったら、うん、言ってくるから、はい、年春に税金が行くじゃないですか。はい、間違いして解体したとしても、はい、整理したとしても、はい、これあんたが放棄するっていう一文だけをくれれば、私がその後はあの町に相談してあの処理してもらって、
はい、するにもねっていう話はしたんです。はいはい。だけどもう自分は知らん知らんって言うから、あ、言ってますね、知らんって、ずっともう俺関係ない、ずっと言ってんすよ、うん、そう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 、うんうん、だからもうしょうがないから、はい、まあ、一周気が済んで、はい、あのどうせまた役場が来るだろうから、はい、はい、ああなるほどな。役場がしたとしても年春に請求は行くと思います。うーん、なるほどな。一回年春が放棄しますっていうのと、その実印だけを実印のその印鑑証明、うん、実印を押して印鑑証明をとそのものを送ってくれれば、はい、はいはいはい。内容は。あとね、ちょっと聞きたいことあったんですけどね。あの、としちゃんってね、あの、養子なんですかね。としちゃん養子？巻き、巻き、巻き。一回養子に出てるんですけど。どういうことだろう。一回養子に出てるんですよ、よそに。はい。としはるは一回養子に出てて、うん。それでまた戻ってきて。ああ。そうなんや。うん、戻ってきてるから、もうほら、年春と吉文しかいないことになってたから、うん、年春に行く形になるんですよ。で、あんたが困るやろ、大変やろって私がずっと言うんだけど、はい、そこら辺が分かってないみたいです。ちょっとね、もう本人がね、全然話把握できてなくてね、年ちゃん。僕聞いてたんですよ、トシさんって何人兄弟で、何人兄弟なんて、もともとの名前がなんか安藤って言ったから、えと思って僕、はい、うん、安藤家に養子に行って、そこからまた一回戻ってきてるんですよ。ああ、そうなんや。はい、言ってることがもうちんぷんかんぷん。小学校の3年生か4年生までは巻き打ちにいて、はい、そうなんや。初めて知ったっすわ、僕。まあ 中学卒業しない前かどうか分かって、私も詳しいことは私もあまり知らないんですよ。はい。私をその、あの、しれこ姉ちゃん、しれこ姉ちゃんって通ってはくれるんですけど、うんうん。あんまり詳しいことは私もその、え、じゃあしげこさんはとしちゃんとはその血のつながってない兄弟ってことですか？はい。ああ。血縁の関係は全くありません。ないんや。ああ、ほんまやね。そう、ないから私がそのもうほらあの姉ちゃんもいれば兄ちゃんもいるんですよ、としはるには。はい。三人いるんです。マリコさん、サツオさん、キヨノリさん。はい、そう。ストームさんも。ストームはもう亡くなりました。あ、亡くならなかったっすね。ヨシフミさん。え、何人兄弟としたんじゃ？ 8 人ぐらい。そんなおるの？うん、だけどもう亡くなって、その本当の兄弟っていうのは、その、あの、姉が一人とマリコね。はい。はい、佐藤さん、はい、それだけです。本当の兄弟。あ、そうこれでストームと吉文っていうのは腹違いの兄弟です。はあ、腹違いなんや。なるほどね。そう、あ、まあ、昔の人結構多いもんね、そういうの。そう、あ、なるほどな。腹違いなんや。お父さん一緒ってことだよね。じゃあああ、そうなんだ。あ、なるほど、話が理解できました、僕今。トシちゃん、分かった。トシちゃん、8人兄弟。もしあなたがその取ってもらえるんであれば、はい、あの、もう、放棄しますと。はい。え、でもこれね、土地はトシちゃんも、その、
受け取る権利があるってことですよね。うん、あるのはありますよ。そしたらもう受け取る権利はあんねんけど、そこを放棄するか、せえへんかで話してる。うんうん、そこの家に住むかどうか、まあまあ九州の方やもんね。うんうん、どうしたら分かる、話聞いて分かる、どうしても放棄するかせえへんか。ちなみにね、そこの住所分かります、どうしても教えますよ僕。家の住所もわからない。うん、ちょっと空で家って言われてもマリコ姉ちゃんとかだったらわかると思うけど。はいはいはい。え、ちなみに、ね、九州のどの辺ですかね。九州は阿久根です。阿久根市ね。はい、阿久根、鹿児島の方かな、これ。そしたらここでやんの、うん、マリコ姉さんっていう人は、 お姉さんは今も年齢80歳ぐらいですかね。80なのかなと思うけど。もう喋れます、普通に喋れると思いますけどね。聞いてみたらいいと思います。そしたらマリコ姉さん番号わかる？あ、マリコ姉さん番号わかる？繋がります？マリコ姉さん電話。はいはいはい、私はその電話番号もわからないから、あ、なんとけど、はい、私も年原がその電話してきたらわかるけど、はい、ほら年原とも電話がなかなか通じなかったから、はい、ってことです。ああなるほどね。どうするとしたんこれ、マリコ姉さんかけてみる一回。一応兄弟さ、ね、ないもんね。あ、番号分からんのか、番号分からんのか。困ったなこれ、まあ、とりあえずそこのあれですよね、その土地を放棄してほしいことですよね、内容は。そうそう、はい、放棄するのに、そうすればそのもうあの片付けはしますけどってことです。あ、土地の固定資産税が。そうですね、まだ固定資産税まで発生するかどうかまでは私は分かりませんけど、うん、まだ亡くなって1年経ってないから。はい、じゃあ今そこ土地の名義っていうのは吉文さんの名義だってこと今。そうそうです、そうです。あ、どうした、吉文さんの覚えてる、うん、誰吉見さんは。弟だよ。どうしたん、弟やな。弟やで。弟さん亡くなったの分かってる？うん。うん、弟亡くなったから、うん、弟が亡くなったから、弟が住んでた家あるやろ、あるやろ。うん。うん、家。家見とったんだよ。知ってる？覚えてる？うん。うん、その家がトシちゃんの名義になるわけよ、今度。いや、だって清野あんちゃんもおるし、マリコ姉ちゃんもおるやん。それね、浅津あさつお姉ちゃん、浅津あんちゃんもおるやん。トシちゃんがね、その長男とか次男さんとかにね、まあまあいてるからって言うんですよね。言うたらマリコさん、さつおさん、清野さんがいてるから、まあ、俺関係ないって言ってんけど、他のその兄弟の人ってどういう、どう言ってはるんですかね。いつもそんな話だから、はい、そうやって言ったら、
私もそのもう分かったって言ってもうそれ以外に言いようがないから。ああ、口挟まれんや、しげこさんじゃ、うん、あ、なるほどな。ほんでそのあのもうそのみんなの印鑑がないとその年春が住むっていうこともできないし、はい、なんですよ。なるほどな。はい、誰が取ることもできないっていう形ですね。ああ、なるほどね、うん、みんなの印鑑が必要なんや、この牧口家の。そうそうそう、うん、なるほどな、うん、だからいいですよ、もうあのそのまんまで役所の方に一応私はそうやって話してみましょう。まあちょっと印鑑証明見ないと、としちゃん印鑑証明送らなあかんで、うん、取り方教えるから全部俺、うん、そっか、鹿児島帰るかもう無理やろ、鹿児島帰るの。うん、大川に行きたいけどな。どこ？川に大川参りよ。墓参り行きたいけど、ちっちゃいもと吉見とな、うん、うん、もうその元気ないやろ。親父もそうだけど、うん、元気ある？大阪やで、ここ鹿児島、うん、めちゃくちゃ遠いで、鹿児島県で。しげこさんって今、鹿児島住んではるんですか？いえ、福岡です。あ、福岡なんや。はい、大阪から鹿児島、どうなん？行ったことないか分かるよ、これ。いや、ね、ちょっとね、鹿児島、ちょっと、トシちゃんね、腰がね、今、調子悪くてね、歩くんもね、ちょっとままならん状態なんですよ、今ね。今、生活も結構、こう、なんちゅうかな、あの、一人で生活しはって、ずっと、ワンルームのマンションに。そうらしいけど、私が、その、出る、はい、私が同行してやるということもちょっとできない。でもしげこさんあれですよね、としちゃんと一応兄弟じゃ兄弟なの？いや、兄弟じゃないって。だから血縁の関係も何もないんです。血縁関係はないけど、一応まあまあ小さい時に一緒に生活したんやろ。小さい時そうなんや。ただ扱ってもらったっていうので1年もいなかったような気もするけど、はい、で星春も同じような状況だったから、はい、2人仲良くあの星春が養子先にいたところに私が行ったりとか、はい、そういうのはしたけどね。へえ、そういう形です。あ、なるほど。で、え、しげこさん、じゃあその周りの兄弟とかこう連絡は取ったりします？いえ、なかなかめったにないです。あ、じゃあポッションだけ？あの、吉富の葬儀も自分がしました。誰も来ません。え、吉富葬儀？あ、葬儀してくれはったんや、しげこさんが、うん、でもそれでも兄弟けんかったんや。はいはい、もう来れる状態じゃなかったから。あ、まあ年齢的にね。うん、はい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 、無理やったんや。で、うん、年春とはどういうご関係の方なんですか？あ、僕ね、年ちゃんと結構まああの友達っていうか、ん？ 10 年、まあ、友達っていうかまあまあずっとあの遊んだり一緒にね遊んだり、まあ、してる仲なんですけどね。うん、10年ぐらいかな、付き合い、トシちゃんと。で、一番そのよく分かるのは、
なんですけど、ああ、清盛さんが一番下ってこと、うん、はいはい、そっちが一番よくわかると思うんですけどね、はい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 、そっちの奥さんにちょっとあの話してみたらわかるんじゃないかな。あ、こっちがかといって私電話番号もわからんから、はいはいはい、しげこさん今 おいくつですか。今え、76歳そうですよ。でも結構ハキハキしゃべりますよね。そうトシちゃんもダメですよ、もうボケてしまって、トシちゃん、うん、もう同じこと何回も言うしね。そうね、はい、あの70トシちゃん、トシ上やん、トシちゃん、そうですよ、うん、それそうです、 お姉さんなのよ、トシちゃんの。しげこ姉ちゃん、しげこ姉ちゃん、あーはいはいはい、はい、なるほどな。としちゃん今までね、ちょ携帯をね結構こうなんちゅうかな、コロコロ番号変えてたから、としちゃん、うん、うん、この番号でね多分最近変えたと思うんですよね、ま、今のこの、これどうやって分かったんですか、この番号、この番号でどうやって分かったんですか。いや、としはるが電話してきたんですよ。あ、したの、としちゃん自分から。そう。あ、そうなんや。何回も電話してきましたよ。あの飲んでグダグダなって何時間も喋って。あ、そうなんや。あ、そう、としちゃん自分でかけてんねん。あ、この番号ね、その電話帳に登録している番号しかかけることできないんですよ。そうなんですね。そう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 、だからこの電話帳に登録しない番号はシエコさんであってもかけても繋がらないんですよ。はい、そうみたい。うん、で、ああそうやね、やっぱで昨日僕来て一応設定して、しげこさんもいつでも電話かける状態にね、あのしたんですよ僕。ああそうなんですか、ね、そうそうそう、あ、いいです、全然もう、あ、なるほどな。じゃあ一回さ、としてもさ、これ お兄さんさ、もう連絡無理やな、どうしようかな。どうする、としちゃん。まあ、土地の問題があるのに、土地と家の問題あるからさ、としちゃん。ん、うん、だからこれをちゃんとせえんかったら、としちゃんに税金来るってこと。税金、毎月10万円、毎年10万かな。それを心配して、しぎこさんが今電話してくる。あれしてんねん。わかった。うん、これじゃないです、ないと思いますよ。あの解体とか全部すると何百万円から。何百万？そうですよ、解体するんだから、さら地にするんだから。ああ。だからそんな金を出せないだろうから、うん、町がいくらか出してくれると思うんですけど、はい、全部は出さないから何十万かは払わないといけなくなるから。はい。はいはい、そういうことです。ああ、なるほどな。でもみんなもそのもう放棄してくれって、放棄せってみんな言うんだけど、はい、トシハルがもうトシハルの住所は住所を私にそのここだからとかって今日のり兄さんからはその言われて、はい、はい、だから安い金額でどうにかしようと思って、はい、一応ちょっとしてるんだけど、はい、トシハルがもう自分は知らん知らんって言うから、もうそ
かりました、わかりました。一回じゃあ、おっしゃん、あのちゃんとこれ背中でじゃないと、うん、お金めちゃくちゃかかるんで。あ、わかりました、お姉さん。どうしたら、なんか しゃべりたいか。十五年ちゃん。うん、十五年ちゃん。いや、何年でこう、お腹は知らんけど、なんかで分かってると思うけど、去年ちゃんとさ、マリコ姉ちゃんおるとサツワンちゃんおるやんか。まだすぐ寝てもおるやん。ミヨコもおるやん。なんでよ。あの、巻内の背伸びと、もう巻内の支払いだけが、その、あの、あそこの、に住所があるから。うん。住所あんじゃね。去年じゃたマリコの人がおるやんか、サツアンちゃんも。それはみんながそれをとる。え？え？うん、なんで、どこからねえで出すの？まずは急なんて、まずはマリコ姉ちゃんからと、急なちょっとさせんじゃかもらわないさ。次を普通の出してもいいけど、まだ来てないんでしょ？姉ちゃん、ちゃん。いや、まだ何もね、手続きしてないのよ。もう、あんたが無理やろうと思って、もう、やめようって言ってやめたのよ。もう。もう、無理。それじゃ無理やんか。仕事で行ったのって。